はい、ここんんんんにちは、こんばんは、ばさんですえー、本日6月15日月曜日ですがえっ、ー、と今週はあの「アナザーストーリー」ということでちょっとスピンオフ的なあのドラマ内容になってますので、えー、ちょっと今日はあのドラマの話ではなくて「えー、福島サンバガラス」っていうのはどういうものだったのか。 いいいいいうこととについててあの解説していきたいと思いますえドラマではあの雄一と同級である久しや哲夫と一緒にあの音楽を世に送り出そうというそういう話になってますが、えー、その「福島三馬スっていうのは、えー、史実上ではどういう話だったのかというところを紹介していきたいと思います。 あの中村葵さんが演じておられる村野哲夫っていう方のモデルとなってますのは作詞家としてあの活躍しました野村俊夫さんがモデルであります野村俊夫さんはまあ福島県福島市に生まれてそしてあの近所には作曲家の えー、戸籍有事が住んでいたそして子供の頃は共に遊んだ亡くったということで、まあ、ドラマ上であの描かれているものとほぼあの忠実にあの描写されてました、えー、そしてまあ福島民友新聞社に入社しということで、えー やはりあのドラマもあのーム記者として最初の方は生計を立ててたわけですけれどもその後コロンビア専属の作曲家として戸籍有事の勧めで上京し福島行進曲が発売されるというここもねあのドラマでも描写されていた部分です、まあ、その福島行進曲は残念ながらヒットしなかったわけですけれども 今後ですね1939年藤山一郎のコロンビア復帰第一作目であった「上海野曲」がヒットするということになってコロンビアレコード専属の作詞家になるようですね。1951年頃からは日本音楽著作権協会の理事も務めており ま大変だったという,ということでこの辺の主、ま、羅、あ、だったっていうところはえー、村の鉄道が紀宝庫に振られて唯一、えー、の家でかなりお酒を飲んでちょっと暴れていたっていうところも、えー、この辺の守護だったっていうところを 忠実に描いたものだったのかなと思いますえそして次はあの山崎育三郎さんが演じておられますえ佐藤久志なんですけれども、えー、歌手の伊藤久夫っていう方い伊藤久夫さ,さんがえモデルとなっているようです伊藤久夫さ,さんはやはりあの福島県出身であってえ旧 中の出身ということで父親は政治家、新卒席はのパン工房を経営したりと大変裕福な家庭に育っているということでこの辺もあのドラマ上では、えー、蝶ネクタイをしていたり、まあすごい衣服を着ていたりということであの描かれていた部分であります。でまあ,あのそのそ 家族にはの音楽をやるということは反対されていたので東京に出るきっかけとしてあの東京農業大学に入学するんですけれどもその後と戸籍有事とあのさんと知り合ってやはりあの音楽の道を諦めたくなかったということで帝国音楽学校に住むということであります。 まあそのピアニストをしながらコロンビアレコードで、えー、アルバイトをしているうちにそのピアニストとしての腕,腕ではなくてあの、えー、歌唱の方ですねあの歌手としてあの評価されたので、えー、そこはちょっと本意ではなかったようですが「まあ、イオマンテの夜や」やあの古関裕二さんが作曲した 映冠は君に輝く」の歌唱をあの伊藤久雄さんがあの担当しておりまたあの「紅白歌合戦」も何回かあの出られたようです。ということでですねあの、まあ、かなりあのエールで。 では福島サンバガラスについて事実に忠実に描写されていると思います。ただまあ同じ小学校で同じ学年で同じ学級だったか同じ組であったかというとそこはまあ客色客、えー、色されているんですけれどもまあ、ほぼほぼあの事実、えー、に忠実にあの描こうとしている感じでしたね。 そして今後は日本は第二次世界大戦に巻き込まれていくわけですがこの3人はその音楽活動がその戦争によってどういうふうに変わっていくのかっていうところが見どころになると思いますはい最後までご視聴いただきありがとうございました、えー、チャンネル登録ももしよろしければお願いいたします ま、北さんでした。